どうも、ハドチューブです。はい。こんにちは。今日はですね、明日計量で、あさって試合です。今が何時か。6時半ぐらいですね。もう東京、昨日からですね、東京に入ってて、昨日は石渡さんに見てもらって、上田さんに、付き合ってもらって練習してきました。まあ、今日はですね、もう明日計量なんで、これから体重を落としたいと思います。はい。で、今日は、ご飯は、まあ、少し食べて、今、54.6 ぐらいですね、この走る前で。あと、2.2 なんで、あと、2.4。明日までに落としたいと思います。はい。まあ、明日一発でもできるかもしれないんですけど、ちょっと怖いんで、あとちょっと動きたいんで、ちょっと、軽くランニングして、汗かきたいと思います。で、今回はちょっと神田のホテルに撮ってるんですけど、全然この辺地理わかんないんで、とりあえずですね、地図見て、川沿いを走れば迷わないかなと思って、ちょっと川沿いを走って戻れるように、無事帰れるように、ちょっと行ってきたいと思います。はい。それでは、行ってきます。はい。ということで、ちょっとね、軽くランニングして、何分ぐらいですかね、まあ、40分ぐらいですかね。はい。30、40分。ちょっと道がわかんなくなって、ずっと怖いんで、ずっともう線路沿いを走って、水道橋ちょっと過ぎたぐらいで帰ってきました。はい。まあ別に体重を落とすというか、ちょっとコンディション整えるというか、そういう感じで走ってきました。でもサウナスーツ着てたんで、まあ体重もちょっと減って、今54ジャストぐらいですね。はい。で、まあ、あとはお風呂で、半身浴で、水抜きっていうのをやろうと思うんですけど、まあ、ちょっと夜もちょっとお風呂入りたいんで、これからですね、ちょっと半身浴やって、ちょっと汗かいて、またちょっと飲んで、寝て、また明日の朝、最後、リミットまで落としたいと思います。はい、じゃあ、ちょっとやってきます。はい、ちょっとですね、半身浴を、20分と15分と2セットやって、500減って、53.5 ぐらいだったっすね。はい。で、まあ、また飲んで、53.8 ぐらいで、寝て、まあ、どんぐらい落ちるかわかんないですけど、残った分を明日の朝、やりたいと思います。まあ、階級もですね、ちっちゃいんで、もう水が抜ける量もあんま多くないんで、無理しないようにやっていきたいと思います。はい、じゃあ、今日はこれで寝まーす。おやすみなさい。はい、計量当日の朝ですね。はい。寝て、500、600ぐらい落ちて、今 53.1 ぐらいなんで、あと 900g ぐらいですね。最後水抜きしていきたいと思います。おーい。骨がだいぶ見えてきました。この辺とか。触った感じ骨骨しいですね。はい。じゃあ、最後やります。はい、ですね、今、1回目の水抜き終わって、52.6 ですね。あと、400。さっきでまあ500ぐらい落ちたんで、もう1セットやったら、いけますかね。はい。ちょっと頑張りたいと思います。はい。今回ホテルなんですけど、ちょっとこの、アルミのやつ。遠藤さんに教えてもらって、
めっちゃ汗出ますね。遭難の時とかのやつらしいんですけど、そしてお風呂にはですね、この麦秆湯、斉藤さんも使っている麦秆湯ですね、それをお風呂に入れて、まあみんなエプソムソルトとか、まあいろいろエタノールとか入れてたんですけど、自分はなんか麦秆湯でいつもやってます。はーい。じゃあもう1セット頑張りまーす。はい、水抜き2回目やって、今52.005。はい、クリアしました。まあ、2回でいけましたね。はい。半身浴して、あったかいとこでちょっと、ゆっくり、サウナスーツ着て寝てました。はい。まあ、体力的にはまだ、もう一回ぐらいはいけるかなって感じですね。あと2回ぐらい気合い入れれば、いけるかなって感じですけど、コンディション的にはまあ、あんまりやりすぎない方がいいと思うんで、よかったです。あとは、ちょっと、計量まで待ちたいと思います。はい。ということで、試合、終わりました。ここにあるように、ベルトをなんとか、かけて、愛媛にですね、持って帰ることができました。皆さん、応援本当にありがとうございました。はい。まずはですね、今回のパンツスポンサーさん、ご紹介させていただきます。はい。右上からですね、ウィンウィンホーム様、タテリノフィールド様、株式会社藤村建設様、株式会社小建設様で、左上がインターネットアカデミー様で、そこから伊右衛門様、武蔵村山斎藤クリニック様、また小建設様ですね。はい。で、後ろ、頭皮 DX 様、キラック様、あと株式会社藤村建設様、その下アムザス様、主演三田屋様、左側にいて、株式会社オフィスリンク様、株式会社青空工業様、ナンクルナイサー指圧ハリキューイン様、ドライファイト様。はい。今回こちらの、パンツで戦わせていただきました。サポートありがとうございました。はい。まあ、試合を振り返ってですね、まあ、試合内容は、まあ、結構殴られちゃって、まあ、あんまりよく打撃は結構やられちゃったんですけど、まあ、組んでからは、まあ、自分の展開に持っていって、まあ、なんですかね、やってきたこととか、自分がやりたい展開にはできたかなと思います。まあ、課題も、いろいろあるんで、また次戦に向けてですね、修正して、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、今回からですね、愛媛県から、出て、まあ、ジムオープンしてから初の試合だったので、まあ、遠征というか、まあ、前回、5月にやった時は、ちょっと1ヶ月ぐらい、東京に戻って、合宿みたいな感じでやってから、そのまま試合出たんで、まあ、今回はもう3日前ぐらいから、東京に行って、最後試合やってっていうことで、ちょっと遠征的な感じで、初で、まあ、階級もですね、52.2 のストローは、結構もう3年ぶりぐらいだったんですかね、ずっと。ここ最近契約だったり、フライだったりでやってて、まあ、減量も久しぶりで、結構きつかったっちゃきつかったんですけど、まあ普通の人がやってるぐらいのですね、減量幅をやって、まあコンディションも思ったより、
楽じゃないですけど、まあ、水の突きとかもうまく落とせたんでコンディションもよく出られたと思います。はい、まあ、その試合に出るまでですね、あの愛媛に帰ってたんですけど、あの10月11月とあのパグナス、石立さんのいるパグナスに練習行ってちょっと見てもらってっていうのを2ヶ月ぐらいやって、はい、それでまあ、あの悪い部分を修正してっていう感じでやってきました。まあ、この愛媛から、試合出るっていうスタイルでもやれるっていうのは、まあ、自信にもなったので、まあ、これからもまた次戦に向けて頑張りたいと思います。まあ、今年は、まあ、多分これが最後だと思うんで、まあ、来年の目標としてはまずこのベルトの価値を上げることですね。で今回これまあ暫定なんで、正規の川田選手がいるんで、まあ、あの統一戦あるなら必ず、まあ、川田選手にリベンジして統一のベルトを取りますし、まあ、それはちょっとまだどうなるか分からないんですけど、まあ、他の団体のチャンピオンともあの試合やっていきたいと思ってるんで、まあ、ライジンとかですね、大きな舞台で他の団体のチャンピオンと試合やってあのベルトの価値を上げていければと思ってます。はい、皆さん応援ありがとうございました。はい、来年もですね、頑張っていきますのでよろしくね、お願いいたします。はい、じゃあまた来年、まあ、ちょっと動画もちょっと更新していきます。はい、ありがとうございました。あとですね、これちょっとどうしても紹介したかったんですけど、会員の皆さんがですね、僕が帰ってくる前の日ですね、僕の指導の前の日にこれ準備して作ってくれました。で朝見てですね、めっちゃ嬉しかったっすね。これ感動しました。本当にこうジムやって、ジムの代表させてもらってよかったなって思いました。皆さんありがとうございました。はい、リトルジャイアントジムですね、まだまだ会員さん募集中ですので、ぜひ皆さん体験来てください。お待ちしております。はーい。